ようございます、マスター。ドールズの皆さんも、ゆっくり休めましたか？あんまり、かな。悪い夢を見ました。とても、とても怖い夢でした。ヒヨも、パンドラちゃんの叫び声、ずっと頭の中に残ってるんだ。最近はいろいろありましたから、ちょっとだけ疲れちゃいました。情けない。あれくらいなんてことはないでしょ。出ました、美咲さんの根性論。いつも以上にハードワークでしたから、皆さん疲れるのは仕方ないですよ。山田はいつも通りっすけど、空気読んで黙っておきます。やっぱり皆さん少し元気がないみたいですね。正直私も疲れが残っているわ。それも当然過酷な戦いだったもの。マスター、今日は終日休養日とする。今日の予定はこちらで全てキャンセルしておく。外出は許可しますが、何が起こるか分かりません。あまり遠出はしないようにしてくださいね。私は体調に問題ありません。引き続き池袋の巡回に。ダメよ美咲、気が流行るのは分かるけど、ここは我慢して。今のドールズに必要なのは心と体をメンテナンスする時間。私には必要ない。納得はしませんが、了解はしました。今日は事務所からは出ません。あらあら、マスターには従うんですね。は？私は上長に従っただけだから。はいはい。では今日は終日オフということで、皆さん女子寮に戻りましょう。ドールズの皆さんはそれぞれ自室に戻ったようです。よし、ではマスター、改めてだが、ゴーレムとデウスの出現、それにアタラクシアとパンドラ、目まぐるしい出来事の連続にドールたちも混乱していることだろう。肉体面のメンテナンスはドールハウスが責任を持って行いますが、メンタルケアはマスターにしかできません。任せていいな。ではよろしく頼む。